青い森鉄道の、うん、マスクについちゃった。味噌カレー牛乳ラーメン来ました。ここから五所川原へ。じゃあ青春18切符の3回目使います。はい、じゃあまあ JR 快速リゾート白神ってこれ特急よね。青春18切符で乗れへんやん。うわ、しかもこれ全車指定席。あ、すごいおしゃれな車内。結局追加で指定券買えば青春18切符でも乗れるようです。指定券、車内で買って、乗りました。ちなみに新青森から五所川原への指定券は530円。ちなみに A 席だと、海側の窓側になります。途中からなので A 席がおすすめ。列車は弘前駅到着。ここで列車の進行方向変わります。弘前駅から次の川辺まではこんな感じで逆走していきます。まもなく川辺です。川辺駅に到着。ここで逆走区間が終了します。この駅で列車の進行方向変わりますので、この駅でしばらく停車。はい、列車は川辺駅を出発。ここから進行方向が元に戻ります。この列車は快速リゾート白神2号秋田行きです。次は藤崎に停車いたします。はい、はい、川辺駅を出発して列車は五能線へと入っていきます。五所川原到着。なんか隣に車両が見えてますけど、あれが津軽鉄道でしょうかね。リゾート白神から去っていきました。とりあえず一回駅の外に出ましょうか。五所川原といえばこの立ちねぷたが有名です。今のうちにリゾート白神の次の目的地までの指定券買っておこうと思います。窓側の A 席、なんとか6席だけ空いていました。買っとこう。五所川原から12個までの指定券購入530円。乗車券は青春18切符で乗ります。ストーブのある待合室もあってあったかい。五所川原の駅前、なんかちょっと寂しいですね。今日タクシーは6台ぐらい止まってます。五所川原駅、なかなかレトロな建物。あっちには津軽五所川原駅があります。津軽鉄道に乗れます。こっちにはバス乗り場。駅の隣には立ちねぶたを作るための施設があります。ビルの5階分ぐらい、6階分ぐらいですかね。高さありますね。すごい高い。駅には観光案内所ありますが、立ちねぶたは8月4日から8日に行われるようです。めっちゃ寒い。ちょっとバス乗り場入ってみよう。待合所、暖房効いてたあったかい。なんかレトロ。すごい、時刻表の数字が漢字になってる。五所川原駅の横にある津軽鉄道の入り口。津軽鉄道といえばストーブ列車。津軽五所川原駅待合室。列車はベッドストーブ券がいります。500円。よし、じゃあちょっとストーブ列車出発まで時間あるのでちょっと探したいと思います。とりあえず立ちねぶたの館ってところまで行きたいと思います。にしてもすげえ雪。立ちねぶたの館まで歩いて6分ほどですけど、ちょっとこの雪はきついですね。バスかタクシーで行けばよかった。五所川原、すごい味のある建物が多いですね。立ちねぶたの館見えてきました。めっちゃ大きいわ。ちょっといくらなんでも雪やばすぎでしょう。ちょっと早く中に入りたいと思います。うわ、うらら、やべー。それでは入ります。
入った瞬間すごい賑やかな音楽、いきなり立ちねぷたが、お、これ桃鉄？すげえな、桃鉄の立ちねぷた。でかっ。入場料美術展とセットで850円。それじゃあまず展示室の方から入ります。うわぁ、立ちねぷたでけー。こうやって螺旋スロープがあって上の方からも見れるようです。でかっ。後ろの方にもありますね。本日もご来場いただきまして誠にありがとうございます。10時になりました。上の方のスクリーンに演出が始まりました。え、まずはエレベーターで4階に上がるみたいですね。こうやってエレベーターはシースルーになってて、立ちねぷたを真横から見ることができます。4階です。エレベーターで4階上がってきました。でけえな、立ちねぶた。こうやって立ちねぶたの裏側からも見れるわけですな。こんな感じで、五所川原のことをスクリーンで紹介してくれます。スクリーン上映が終わり、再び立ちねぶたが点灯。じゃあどんどんと螺旋スロープを降りていきましょう。こうやって立ちねぶたの周りを、スロープで歩きますので、全ての角度から立ちねぶたを見ることができます。うわ、すごいな、かなり細部までこだわって作られてるんですね。いや、これは本当もう芸術作品ですよね。こちらのねぶたの裏側はこんな風になってるんだ。本当にもう全角度から見ても面白い。 いや、これ作るの相当時間かかるでしょうね。こういう3階部分とおぼしきところに観覧席がありました。ここから座って先ほどの映像を楽しめばよかった。ちなみにスクリーン上映は30分間隔で行われるようです。こうやって壁面には、立ちねぶたの作り方も解説されております。立ちねぶた枠組みはこんな風になってるようですね。いや、すごい見てて楽しい施設です。こうやって近くで見るとよくわかるんですけど、紙でできてるようですね。金魚がかたどられております。もうちょいで終わりですね。これは半分中の様子が公開されてます。中にはこんな感じで電球を飾ってあるんですね。また下まで戻ってきました。10年前ここ来たことあるんですけど、飾られてる立ちねぶた変わってますね。特にこれなんか令和って書いてますから、割と最近作られたもんなんですね。もう一回エレベーターで上登りたいと思います。あ、すごい、来たことない。あるある。立ちねぶた、すごく見応えがあった。階段登ると美術展があるようです。この時期はキルトアートの展示をしているようです。作るの時間かかるだろうな、こういうの。3階の立ちねぶた製作所、サインも飾られてますね。ねぶた祭りの時期になったらぜひ完成したねぶたを見てみたい。6階は展望ラウンジ春に入れ、ここ食事ができるんですけど、食事の方は今休業中のようです。まあ、外から景色見たいと思ったんですけど、もう開いてないようです。こちらは東側の眺め、五所川原駅のある方角です。あそこに見えるのが、立ちねぶたの館、立ちねぶた作る施設ですね。こちら側は西側の光景、岩木川という川が流れてるんですけど、なんか見た感じも雪に埋もれてますね。1階には土産物売り場、焼き芋や五所川原の赤いリンゴソフトなども売ってます。
今回グルメ旅なんで、なんか五所川原っぽいものを買わないとってことで、なんかこの気になったのが栄光っていうリンゴ、なんか切っても切っても中が赤いらしい。こんな感じでちょっとこれ買っちゃおうかな。それかこの五所川原っていう名前のリンゴの方が五所川原っぽいから、ちょっとこれ買おうかな。ちょっとこれも買っちゃおうか。あと五所川原といえば干し餅、これも買っちゃおうと。はい、以上立ちねぶたの館でした。ここからまた駅の方に戻りたいと思います。よかった、雪ちょっと止んでる。雪マシになったなと思ったらあっという間に吹雪いてきた。五所川原駅戻ってきました。では横の、津軽鉄道の方に行きたいと思います。お目当てはもちろんストーブ列車。あ、ストーブがあってあったかい。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。